エバラ交通本社エバラ交通は東京23区、武蔵野市、三鷹市を自社無線で営業する日本のタクシー会社。1954年に創業し、2005年にエバラ工業から移管された。タクシーは自社無線で営業している。本社と無線室は品川区エバラ、タクシー営業所は大田区賀原と世田谷区玉津津にある。車体職は白と コン一式の二種類が存在する。この他、ハイヤーも営業しており、こちらは本社に常駐している。タクシー用車両についてはかつては、すべて日産自動車製で、セドリックをメインに、以前は NV200 タクシー、エルグランドなども有していた。セドリックは当初スタンダードで、コン一式車はクラシック SV となり、現在は白塗り車を含めて、ほとんどが クラシック SV となっている。スタンダードは前ドアに無線室の電話番号とともにエバラム線タクシーと表記していたが近年になって電話番号が省略されていた。2018年にはタクシー向けで初の日産以外の車種としてトヨタ自動車のジャパンタクシー及びごく少数のクラウンセダンが導入された。タクシー及びハイヤーのエルグランドの代替でアルファードも導入されている。 さらに DNA が提供するスマートフォン用タクシー配車アプリ MOV も導入。なお、玉川営業所は法人格が他の営業所と別となっている。ありがとうございます。